次は企業説明紹介をしていただきたいと思います。どうぞ。はい、じゃあ、続いて、私が勤めてる会社の紹介をしたいと思います。勤めてる社長は、まあ、社長です、うん、今いる会社の紹介ですね。有限会社日高印刷所という、会社で印刷会社を営んでます。私の代で一応4代目ということで、そうやね、有限会社っていうね、創業がですね、108年かな、すげえのになります。創業者が私のおばあちゃんのお父さん、まあ、ひいおじいちゃんに当たるところが、創業者で、昔はですね、伊藤活版所というふうな名前で創業してました。かつ筑豊の炭鉱王で、伊藤伝右衛門さんってご存知ですか？知っとる。うちのそのおじいちゃんがその伊藤伝右衛門さんの、ちょっと 遠めの親戚というところで、旧姓伊藤だったんです、おばあちゃんですね。で、仲間で俺のじいちゃんのじいちゃんが友達やん。え、そうなんですか。うん、そうそう、俺のじいちゃんのじいちゃんが友達。友達。誰ですか。伊藤さん。あら、なるほど。うん、で、話ちょっと言ってみます。そうだけねえね。まあでも昔って結構そこら辺なんかもうガチャガチャしてたんで、うん、うちの父もその伊藤伝右衛門の遠い親戚って言っても、もうあそこら辺もうわっちゃわっちゃ人がいるから、俺親戚っち手挙げたら多分もうそういう風になったんだよ。で、仲間の方が脱線してますね。いや今からちゃんと戻しますよ。で、仲間の方に炭鉱が できてですね、でその炭鉱の、お抱えの印刷会社ということでうちが創業したということを聞いてます。で、会社は、まあ折しも今もうネット関係とかいろいろ印刷業もまあ非常に厳しい中ですね、まあ私が4代目ということで、7年前に社長になって、まあ、いろいろ機械を新しく導入したりとかしながらですね、まあ、今現在、印刷業の新しい形を、まあ、ちなみに5代目は私なんです。ちなみに6代目はそこにいる藤島さん。おはようございます。言ったけねという会社でやったばーす。なんでふざけるそこで。まあいいけど、いや大体適当なことやって、はい、編集でどうやるか。ああ、大体それ。以上でいいですか？説明は。はい。はいはい、それでは、まあなんかよくわからない会社だったですけど、まあとっても安くて仕事が遅い会社です。皆さんよろしくお願いします。やってまーす。それでは以上になります。よろしくお願いします。バイバイキー。